はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日もランキング系の動画やっていきましょうか。今日は緑属性というわけで、前回赤属性やったんで、まあ次は緑属性となっております。まあこの3周年から 3.5 周年の間に、まあ緑もね、なかなかいいキャラクターが大量に湧いてるんで、このランキング、まあ最新の最強ランキング、やっていこうかなと思います。このランキングは僕の独断と偏見で全て決めているんで、ぜひともね、皆さんの意見もお聞かせください。よろしくお願いします。そんで、このランキング作ったんが2021年10月5日なんで、まあこれ以降に登場したキャラクターは入っていませんので、ご了承ください。あとランキングは4つ、作成しまして、イベント最強ランキング、友情技編とメイン編、そして決闘ランキング、最強友情技編、メイン編というこの4項目で、ランキングやっていこうかなと思います。はい、というわけでまずはイベント最強メイン編ですね。いかにイベントで使えるキャラクターがいるかっていうランキング付けになっております。ランキング基準は、特性の、耐性は度外視して、とにかく汎用性で決めてるんで、よろしくお願いします。まずは10位から4位、こんな感じなんですけども、まずは10位、仙人モードのナルト、こちらのナルト固定ダメージが最近情報修正されて3万5000入るようになりました。必殺1個割6万ぐらいは硬いっていう、もうなんなんていうキャラですね。今後使用率めちゃめちゃ上がってくるんじゃないかなと僕は思います。んで9に関しては、エリナさんとちょっと誰かっていう、この直撃の相馬ペアですね。この2人は、回復&バフという、まあなかなか優秀なんですけど、まあ回復が4000とかちょっとビビたる回復なんで、ランキングはしたかなって僕は思うんですけども、まあでも使えるダンジョンによってはめちゃめちゃ使えるんで優秀ですね。んで8に関してはジンデク、こちら側列傷ですね。はい、まあただ列傷のダメージがちょっと出ないのがあれなんですけども、まあでも火力も申し分ないんで、まあ8位じゃないかなと思います。んで7位に関しては限定ユノ、こちら竜巻1万7000という、まあ竜巻最強キャラクターですね。まあ、イベントではもうゴリンゴリンと削っていけるというキャラになっておりますね。んで6位に関してはブッチョさん、このブッチョさんに関してはまあバフ吸収なんですけども、最近超究極とかで永続のバフ使ってくるやつが多いんですよね。でブッチョに関しては永続は吸収できないんですよ。だから最近汎用性があんまりなくなってきているんですけども、まあ刺さるダンジョンやったら強いという感じではあります。んで5位に関しては対抗棒とシルバントーさんというわけで、まあ、この2人に関してはバフ解除。んで4位のムイムイと機械も、バフ解除となっております。やっぱりイベント最強はどっちかって言ったら補助がめちゃめちゃ強いイメージがありますね。対抗棒と倒産が弱い理由は、まあ、こちらの方が後に登場してただバフ解除するのみという感じなんですけども、ムイムイに関してはバフがつく、そんで機械に関しては、めちゃめちゃ大火力という感じになってるんで、まあ、この2人がちょっとランキング上かなと思います。はい、というわけで第3位いきましょうか。第3位はこちらゴンキルというわけで、まあこのキャラクターはバフ解除ですね。相手の攻撃力を数値の高い順に解除するというわけで、このぐらいから相手がまさかの決闘お前やっとんかっていうぐらいの分割バフ、なんか 100% と 5% やったかなっていう感じの、バフをやってきてたんで、さっきのムイムイとかのようなランダムバフ解除の場合 5% の方がそがれてでっかい方残ることが多いんですけども、まあ、このゴンキルに関しては安全に上を根こそぎ持っていってくれるという優秀さありますね。んで最近情報修正されまして、まあ火力もほんのちょっとだけ、伸びたんで使いやすくなったんじゃないかなと思う。んで特性に関してが、まあ、耐性は度外視しているんですけども、攻撃 7% アップで4、9、12ターン目にタップ数プラス1というわけで、これも最近情報修正されまして、12ターン目にタップ数プラス1が追加されました。この性能はねめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますね。んでこのゴンキラはバフ解除持ってるんで、まあイベントでの使用率今後めちゃめちゃ上がってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで第2位はこちら東條さんですね。はい、イベント女帝と言われていた東條さんが2位に降格しました。
はい、必殺に関しては、クッソバフ、じゃあクッソ回復、はい、これね、あの貫突まで必殺持ってったらね、1万以上、1万強ぐらい回復するんですよね。めちゃめちゃ回復するんで、超強い、回復キャラクターになっております。んで特性がパンツというわけで、まあね、緑属性の回復っつったらこの人という、印象があったんですけども、時代が変わりました。いきましょう。はい、というわけでイベント最強ランキングメイン編第1位、こちら古橋文乃さんというわけで、いやーね、もう僕弁のキャラはね、全員イベントにおいて強いんですよね。まあ古橋堂々の1位ですわ。まあ必殺が 180% 回復、あのレジェンドゲージアップ、ダメージ軽減というわけで、まあこっちの方が回復力は低いんですけども、レジェンドゲージアップ持ってるし、ダメ減持っているという、まあね、全属性にいたんですよ。普通の回復キャラクターと、回復プラスダメ減するという2種類がいたんですけども、この緑属性に関しては、今年の5月まで、ただのドカオキ回復っていう女帝登場しかいませんでした。なんですけども、この度この古橋さんが、追加されまして、なんか知らんけどレジェンドゲージもアップされるという、これは優秀ですね。もうね、あの5月以降女帝パンツが降格した人めちゃめちゃ多いんじゃないかな。僕もそのうちの一人ですね。もう東条さんは申し訳ないが使ってないわ。古橋ばっかり使ってる。そんで特性に関しては、まあ特殊タイプのバフというわけで、いやー強いですわ。最強の回復キャラクター、今後もう古橋さんの1位は固いんじゃないかなと思います。そして同率の第1位、千住柱間さんというわけで、柱間さんね、ちょっと強くめちゃめちゃなったんじゃないかなと僕は思いますね。最近情報修正されまして、必殺が 550% というキラーデズの数の火力がこんだけ出んのは最強、今のところ最強の火力ですね。んで赤プチがペイントプチとして出現して、通常ダメアップ入るというわけで、まあ古橋さんが盾ならば、この、武装さんは矛となる最強の、まあ、火力キャラクター。まあイベントにおいて最強なんはどっちかって言ったら補助的な立ち回りするキャラクターが、まあ、注目されることが多いんですけども、そんなん関係なく火力出まくるんで、武装さんはこんな環境の中でも1位ぶち込まれるんじゃないかなと思う。で特性が、まあダブル耐性ついてんのも優秀なんですけども、今回は度外視してるんで省きまして、緑属性の、バフ、そんで通常ダメ永続というわけで、通常ダメも情報修正で、つきました。そんでね、緑属性のバフ、これ味方全体のバフついてんのがほんまに優秀で、これ貫突まで持ってったら 13% アップなので、まあ、大体限定キャラの特性必殺、特性レベル12分ぐらいの、バフがつくんで、まあ、実質特性2倍なんですね、他のキャラクターは。で考えたらやっぱり補助的な立ち回りも特性してくれるんで、バフっていう。そんで必殺では火力出しながらペイントプチ変換で、まあ、盤面の整地もしてくれるという、もう矛と盾が両立された、この情報修正等々はめちゃめちゃ熱いんじゃないかなと思います。はい、というわけでお次のランキングはイベント最強友情技編ですね。まあ、このランキングも、耐性持ちの友情技は度外視して、いかに他属性でも使えるような汎用性差を優先しているんで、よろしくお願いします。はい、というわけでまず10位から4位こんな感じなんですけども、入れるもんがあんまりないんですよね。まあ一応ランキング付けしてみました。10位に関してはインヌですね。この人は、12個回復に変換してくれるという、まああと、弱体化短縮やったかな、まあ耐性は度外視してるんですけども、弱体化相手が使ってこないダンジョンでも、まあ、回復生成要因としてぶち込むとかが結構多いですね。で9位と8位に関しては、一旦変換ですわ。これ前回1位とかにしてたんですけども、あれちょっと適当にやってたんで、まあリアルに言ったらこんぐらいのランキングじゃないかなと思います。んで7位に関しては、7位と6位に関しては、一旦出現プチなしという、まあこれも、最近のあれ
な超究極とかで、ね、まあめちゃめちゃ有効的な、まあ特に6位のイスビスベなんかに関しては、まあ結構ね、緑プチ、持続性をね、なくすという結構エグいムーブするんですけど、まあまあ使えるダンジョンが増えてきたんじゃないかなと思います。んで、5位に関しては、ムイちゃん。このムイちゃんに関しても、一旦、クソ、緑プチ出現率アップ。これも使えるんじゃないかなと思います。んで、4位に関しては、この人誰やったっけ？ジンやったかな？ハートプチを16個ぐらい緑に変換して、必殺の爆発範囲アップしながら3ターン緑プチ出現率アップというわけで、まあね、変換がちょっと使いにくいんですけども、まあでも3ターン出現率アップ持ってるんで、まあ優秀じゃないかなと思います。はい、というわけで第3位はこちらゾロですね。まあこのゾロに関しては赤黄色すべて破壊して緑プチの出現率アップ、これ貫突まで持ってったら6ターンで打てるというまあ感じですね。さっきのジンよりは使いやすいまあ友情技なんじゃないかなと思います。第2位はこちらジンさんですね。ランダムでプチを11個緑に変換して3ターン出現率アップが7ターンで打てるという、まあやっぱり3ターン出現率アップは結構優秀ですよね。ただランダムプチ変換なんで緑の上から緑変換されることがまあ多々あるんで、盤面に11個、まあ、生まれないことがまあ多々あるんですけども、まあでも3ターン変換持ってるんで優秀じゃないかなと思います。はい、というわけでメイベント最強ランキング友情技編第1位はまあ手塚部長ですね。必殺変換&プチ変換&出現率アップ、これがターン数貫突まで持ってったら8ターンで打てる、友情技になります。効果ターンは4ターン続きますね。4ターン出現率アップ、これめちゃめちゃ強いです。はい、まあこの優勝技持ってるキャラクターがまあ安定でランキング1位には入ってくるんじゃないかなと思いますね。というわけでお次のランキングはこちら決闘最強友情技編、こっからなんですよね。めちゃめちゃやっぱり決闘ランキングは超悩みました。これもぜひともね、皆さんのコメントをお聞かせください。よろしくお願いします。まずは10位から4位見ていきましょうか。まず10位はトシとはじめさんで、思ったんやけどさっきの友情技のイベントのランキングでトシ入れるの忘れてたわ。これちょっと申し訳ない、訂正しておきます。さっきのランキングで都市入ってましたわ。はい、申し訳ないんですけども、まあ都市10位というわけで、まあこの都市に関しては必殺変換&プチ変換&バフ解消、まあイベントでも使えるし、もちろんのごとく決闘でもまあ使えるまあ友情技にはなってますね。んで、もう一人斉藤はじめさんに関しては必殺変換&プチ変換&一旦反撃、最近めちゃめちゃ使用率上がってくる、まあ友情技になってるんじゃないかなと思います。都市はね、最近使われない、このギミック最近使われてないんですけども、まあ僕は結構注目しているんで、まあこれからの伸びもまあ期待して10位にぶち込んでみました。うーん、で9位に関してはミホークと、ディンというわけで、まあこの2人に関しては、耐性ですね。ミホークは反撃、ディンは感電というわけで、まあ、この2人入れたら相手の反撃パ、感電パはもう五輪中という状況なんですけども、使用率がめちゃめちゃ下がってきました最近。ある特定の州やったら輝くんですけども、それ以外はあんまり輝かない、むしろ使ってる人がいないという感じにはなっているんですけども、刺されば強い。反撃パワー使ってる人あんまりいいひんねんけど、最近一旦反撃とかが注目されてきてるんで、だからまあミホーク、でもミホーク積むほどでもないんですよね。だからまあ9位安定かなと思います。うーん、で8位に関しては無双さんとデク、この2人はバフ解除ですね。無双さんに関しては相手の攻撃力を数値の高い順に解除して、必殺ダメ 33% アップで、デクに関しては相手の必殺ダメ高い順に1個解除して攻撃力 30% ぐらいアップするんやったかなっていう感じの、まあ、エラーバフ&バフ解除という、まあ、優秀さ。無双さん最近情報修正されまして、まあ友情技でも使えるようになったんじゃないかなと思います。第7位は、ユーナさんとバルトロメオというわけで、ユーナさんは 80% の攻撃力アップ、バルトロメオは 54% の必殺ダメアップというわけで、まあ古き良きドカオキですね。まあ最近使われなくはなったんですけども、やっぱりこのバフは強すぎるという状況です。で6位に関しては、トコヤミくんと、ツッキー。トコヤミくんは3ターン
ターンの必殺ダメ分割 67% アップぐらいだったかな。でツッキーに関しては4ターン必殺ダメ分割 60% バフというわけで、まあくっそ必殺ダメバフ、まあ、こっちの方が分割されてきてるんで使われやすくはなりましたね。ただまあメインキャラが緑属性じゃないと輝かないんで、まあちょっと6位じゃないかなと思います。んで5位に関してはミスターで、ちょっとあの編集で入れるの忘れてるんですけども、この5位に、今年登場した風紀委員長リボーンのあの方も入りますね。ちょっとあの差し込んどくかなんかしとくんですけども、ミスターに関してはバフ 79% 分割攻撃バフですね。んで風紀委員長に関しては 55% のドカ置きバフなんですけども、感電短縮というわけで、まあ、この2人まあ強いですよね。ミスターはねやっぱり使用率めちゃめちゃありますよね。まあ、風紀委員長もまあ使用率はそんなないんですけど、やっぱり感電短縮&バフ持ってるんでえら強い。同じ感電短縮の9位にいるティンよりも、まあ、風紀委員長使ってる人の方がまあ多いんじゃないかなと思います。で4位に関しては黒、この方必殺変換&プチ変換&2ターン3万5000ダメージ軽減というわけで、あー強いね。この友情技は強いんですけども、初めてかな表彰台に乗れませんでした。はい、まさかの展開です。いきましょう。はい、というわけで第3位はこちら、アルティメットご飯と限定ユノですね。まあこれは、友情技ご飯に関しては必殺変換&プチ変換&弱体化ですね。やっぱりねこの友情技めちゃめちゃ強いんですよね。必殺変換と弱体化一緒になってる、これはマクドもびっくりなんですけども。でユノに関しては必殺変換&プチ変換&ガード、これも素晴らしいハッピーセットというわけで、まあこの2人は同率ですね。どっちが強いっていうのはねちょっと決められないんですよね。攻守ともにアルティメットご飯は攻撃、限定ユノは守備、これどっちが強いかと優劣はつけがたいんで同率にしました。ただこれが3位なんですよ。他の属性やったら1位なんですけども、これが3位、2位いきましょう。はい、というわけで第2位はこちらボルトですね。ボルトに関してはもう言わずもがな11万2000回復ですね。これさやっぱさ、まあもう登場して1年ぐらい、もうこの性能が初めて登場したのは、こち亀大特集祭なんで、まあ約1年ぐらい経ってるんですけども、まあね登場した当時からぶっ壊れぶっ壊れ言われてきてたんですが、今も変わらんね、ぶっ壊れですわ。めちゃめちゃ強いね。友情技でこんなぶっ壊れ言われ続けてんのは珍しい、しかもヒーローキャラクターでっていう感じなんですけども、やっぱりね、まあ、今年になって登場した赤と青の、これバージョン12万回復の継続回復、あっちよりもねやっぱりドカ置き11万2000回復の方が僕は強いと思うんですよね。一気に回復量まあ発揮できるのが強みだと思うんで、やっぱね強いんですよね。しかも必殺変換とプチ変換もするっていう、しかもこのプチ変換が邪魔プチも上書きするんで安全にまた必殺が生まれるというムーブ、これはねやっぱり決闘においてめちゃめちゃ強いんですけども、前回はこのボルトが確か1位やったかな、2位なんですよ。新しい刺客舞い降りました。行きましょう。はい、というわけで決闘最強ランキング友情技編栄えある第1位はこちら女帝古橋というわけで、2冠達成おめでとうございますという状況なんですけども、いやー強いねこの友情技、ほんまぶっ壊れですわ。必殺変換&必殺プチを4個吸収して一旦味方全体の回復力 10% アップ、一旦味方全体の必殺ダメ 14% アップ、これ貫突まで持ってったら 20% ぐらいバフしますかね。めっちゃ強い。まあ、前々から登場していた魚雷ガールの、まあ、緑バージョン的な感じなんですけども、ねやっぱねボルトの11万2000も強いよ。
あの弱体化付与させる23パーガード強いんですけども、やはり属性の縛りないというのがめちゃめちゃの強み。そんでプチ変換とかそういうのもないんで、地属性の他の緑属性以外で使った場合でも何のデメリットもなくメリットしかないっていう、この強みは半端ないんじゃないかなと思いますね。まあこの古橋さんも登場した当時、いやこいつはやべえ、こいつは絶対に取っといた方がいいと、まあ言われまくっていたんですけども、その通りになりましたね。やっぱりね、もう何年も属性の縛りない、そして必殺変換しながら吸収するっていう、いやー強いね。まあ、僕はね、魚雷ガールの方が使うこと多いんですけども、まあ、やっぱり体力パ、回復パとか使う上で、この古橋さんは必須。もうこれを古橋さんいい品買ったら話にならへんので、まあね、そういう必須項目があるっていうのは強みですね、めちゃめちゃ。ヒーローキャラでこの性能は頭おかしいと思います。はい、というわけでラストいきましょうか。決闘最強メイン編。というわけで、めちゃくちゃ悩みました。ものすごく悩んだんですけども、いきましょう。まずは10位から4位こんな感じです。10位に関しては、新しい方の風紀委員長というわけで、まあこの方、体力タイプという特定の、まあパーティーに、まあ使われているという状況ですね。まあバフ解除持ってるんでめちゃめちゃ優秀じゃないかなと思います。んで、9位に関しては、キュービナルとクラマーモードですね。まあね、普通に強いと僕は思うんですけども、まあちょっと潰されてきてる感があるんですよね。もう上から殴られてまくってるんで、まああれなんですけども、使用率は低いんですけど、まあ強いんじゃないかなと思う。で、8位に関しては、ティンと限定闇団長、反撃。この反撃ね、まあ先ほどのミホークに、まあ、潰された性能ではあるんですけども、先ほども言った通り使ってる人あんまりいい品ので、いざ反撃キャラクター使ったらやっぱ刺さる面が多いんですよね。で、限定闇団長に関しては最近情報修正されまして、クッソみたいな火力が出るようになりました。ダメゲンに貫通持つのがめっちゃ優秀な点じゃないかなと思います。で、7位に関してはジンデク、まあ裂傷とガード貫通というわけで、ガード貫通持ってんのが半端ねえわ。まあ2位に2だの2枠目にぶち込んで、まあ、3枠キルとかも容易にできる、めちゃめちゃ火力の出る&裂傷なんで、またさらに状態異常で削るという超優秀ですね。で、6位に関しては魔法帝。魔法帝さん最近僕株上がってるんじゃないかなと思いますね。まあ、情報修正されまして火力がめっちゃ伸びました。最大火力 510% ぐらい出ますかね。で、必殺ダメアップと、自動変換必殺というわけで、唯一、必殺自動変換と、必殺ダメアップを持っているキャラクターですね。まあ、体力依存ではいるんですけども、普通の攻撃パーセンテージはこの人が、まず今のところ一人だけじゃないかなと思います。使い勝手めっちゃいいです。で、5位に関してはアルティメットご飯。この方ダメゲン貫通のなんか520何パーとかいうクソみたいな火力出しながらバフする、なんで感電解除、まあ、感電を殺しまくるという火力だね。で、4位に関してはナイトメアルフィ。はい、ルフィね、もうちょっと上かなって思ったんですけど、まあ4位に安定しました。必殺が500何パーやったかな。で、攻撃なんか20%ぐらいアップしながら、必殺自動変換と強すぎ。僕はね、このルフィが登場した当時、まあ課金額どぎつかったんでルフィはちょっと我慢したんですけども、そんなん請求関係なく回したらよかったわ。めちゃめちゃ強いんでね、いやーマジで欲しいですわ。はい、というわけで第3位はこちら、ひなかげというわけで、必殺がまあ逆襲ですね。これね、悩んだんですよね。ひなかげ逆襲という性能をもうちょっと上にぶち込もうか悩んだんですけども、まあやっぱり3位安定ですね。まあ逆襲、決闘において必須性能、4枠目絶対に逆襲と言わんばかりの今の環境なんで、もう今後逆襲、4枠目逆襲を上回るような、4枠目こいつが安定みたいな
キャラクターはね今後登場しないと言っていいぐらいにめちゃめちゃ4枠目が安定するキャラクターですね。特性に関しては感電ダメ減と、はい、感電貫突まで持ってったら43万軽減、うん、めっちゃ強いですね。まあ緑属性はね何でしょうかね、感電くんが大嫌いらしくてデスノートに書いてんのにもう6回ぐらい名前書いてるんですよね。やっぱ好き。お次第2位はこちらナルサスですね。ここね3位のひなかげとちょっと順位悩んだんですけども、僕はナルサスの方が順位上かなと思います。必殺が、450% ダメージダブルバフ、このダブルバフねやっぱやっぱり強いんですよね。決闘でやっぱりこのバフ2枠目にぶち込んで3枠目高火力でゴリまくるというムーブめちゃめちゃ強い。しかもバフの値がダブルバフキャラで一番高いんですよね。攻撃16と必殺ダメージ14、これがめっちゃ優秀なポイントです。で特性でダブルタップ、必殺でダブルバフ持ってんのに特性でダブルタップ、もうダブルダブルなんですよね。重複しまくってこれもう2乗なんでクワトロっていう思んないんですけども、やっぱこのナルサスは強いですね。めちゃめちゃまあダブルタップキャラの中で2番目に使われているキャラクターじゃないかなと僕は思いますね。まあ火力が450っていう風に抑えめではあるんですけども、バフついてるんでもうこれでいいんじゃないのという感じのキャラです。はい、というわけで決闘最強ランキングメイン編栄えある第1位はこちら手塚部長というわけで、まあね逆襲よりもそしてダブルバフダブルタップよりもやはり強いんじゃないかなと僕は思います。必殺がまあ、ダメージ与えながら敵の攻撃力の数値の高い順に1個バフ吸収するというわけで、まあ、特性はあれなんですけど、まあ、必殺でのランクインですね。強すぎ。やっぱり僕最近部長ゲットして改めて思うんですけども、やっぱこいつ頭おかしいなと思いますね。普通解除なんですけども、それをね自分のところに持ってくるっていう、解除しながら自分を強化する、これは半端ない。しかも、ステータスが1万8000の体力タイプなんで、パーティーの底上げ HP 底上げもできるという優秀さ、どんだけ仕事すんねんという、まあ、優秀さですね。しかもこれ貫突まで持ってったらまあまあ火力出ますから、火力出しながら相手さん解除しながらこっち強化する、えぐいんですよ。前回のランキングも部長さん確か1位やったかな、3、2、1位は確かランキング変わってませんかね。やっぱり安定で強いんですよね部長さん。青にももう一人いるんですけども、これ全属性出てほしいわ。だからこんな感じで去年登場した、性能とかが全属性登場したらまたなんか決闘荒らされてなんか面白くなるんで、もっとなんか来てほしいなと、赤属性とかで来たら面白いんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで緑属性最強ランキングこんな感じでした。どうだったでしょうか。まあね3周年から 3.5 周年までの間に結構いろんなキャラクターが登場して、まあまあ荒らされたランキングになったんじゃないかなと思います。次のランキングは黄色でやりましょうかね。黄色かはまあどっちかわからへんねんけど、まあやろうかなと思いますので、よろしくお願いします。あるしょ。